トール君に俺の気持ち味わってもらおうかなと思って。何それ。トール君ちコキアあるじゃない。ある。コキア車の前とかにさ、うん、玄関の前に近くかな置いたにある生えてんじゃん、うん、ああいうのとかああいうところに生やしちゃいけないし、もっとちゃんと並べたりしてああいう風にやらなきゃいけないんだよって、うん、俺ゴルフ理論を YouTube でコメント言われてるみたいな感じ。平井博明のワンナップゴルフ。いやトール君別にさ気にしてもないし、気にしてない、うん、別にトール君が植えたわけじゃないじゃん。あれそう、勝手に種落ちていろんなとこになっちゃってるだけで。そうだよね。俺にとってはあの草なの。そうだよね。草。そうだよね。雑草。俺のゴルフスイングの中でもそういうのがあって、例えば左手リードだったのに、うん、右手リードにしたら、うん、なんかスイングぶっ壊れましたとか、例えばヘッドスピードが43だから、うまくいってることもあるんでしょうとか、なんか別に俺がインパクトのそのミート率が高すぎる、それはおかしいだろうとか、ああいうのとか、なんか全然気にしてなかったところを勝手に言われてる。で、俺は、へえと思っちゃう。そうなんだ。そう、だから、トールくんなんかねえかなと思って、したらトールくんちのコキアだと思って。うん、草。あれ草。そうでしょ。うん、草。でもさ、ひたちなかではさ、それを、そのイベントとしてやってるじゃん。そうだね。うん。だからなんかそんなような感じなのかなと思って。ちゃんと並べてこう植えないといけないんだよみたいな。うん。いや違う、なっちゃってるだけだから。そうだよね。あれ草だから。そう、俺もなっちゃってるだけなんだよね。だから、ミート率上げようとして上げてるわけじゃねえし。そっか。そう。なんかそれをね、ごたごた言われても、全然ノーマークでしたっていう感じだから。そうだね。言われても全然、聞く気にもなんないね。そうなの。そうなの。俺は、その、自分の打ちたいボールを出すために、インパクトゾーンを死ぬ気で考えてるだけだから。だから、そこに対しての、例えば、トップの位置とか、クラブの戻し方とか、ノーマルのスイングするには、すごい複雑な手首の使い方してるね、とかもコメントあったけど、そうなの？その、俺にとっては複雑じゃねえんだ。ああ。うん。俺、それが一番再現性が高いから、複雑でも何ともないわけよ。別にそんなことも考えたことないから。だから、いろいろいるなと思って。それはそっちの人の肩持つつもりないんだけど、他の人が見たら複雑だなって思うかもしれないの？どうなんだろうね。やっぱりあれかな、少なくともこうなんていうの？ほら、ドローヒッターだからさ、そうやって、手首も多分使ってるじゃん、おそらく。うん。使ってるだろうね。それを、そうじゃない人が見たら、複雑に見えるのかな。俺は、ドローの中に、飛ばしとコントロールを入れてるわけよ。はいはいはい、そうだね。うん。だから、結局、溜めて、バーンって弾くから、その、リストターンが凝縮されるわけよ。うん、うん。だから、複雑っていう判断をしてんだけど、俺にとってはそれが普通なんでね。はいはい。うん。だから逆に、そのフェースターンしないで、こうやって体のボディローテーションでこうやって打って、こうやっていく方が飛ばないし、ストレート出るか、球が曲がるかもわかんないし、そっちの方が俺、心境的に複雑なの。心境的にはね。うん、はい、だったら、絶対それしか出ないよね。っていうか、それが出る確率が高いよねっていう方を俺は選んでるだけだから。はいはいはい、なるほど、そういうことね。うん、そういうふうに簡単って言うけど、その凝縮してるとか、もしその人が分かってんだったら、とは言いながらすごいここに凝縮して、実はドローを打ちながら、飛ばしとコントロールもその中に全部入れてんじゃんっていう意味なのかもしれないね。いや、そんなことはね、そこまで分かんねえな。多分そこまで分かってる人はそのコメント絶対しない。しないね。うん。絶対しない。うん。うまいねって言っておしまいだよね。そう。絶対そうなの。わかんないよ。ツンデレかもしれない、ただの。なるほどね。うん、すげえ凝縮してんじゃん、そこに、みたいな。簡単で、なんていうのねえ、って言ってるけど、シンプルにやってるって言ってるけど、全然難しいことやってるじゃんっていう感じ。言われちゃうよね。言われちゃう。ちょっと反りながら言われちゃう、ね。言われちゃう。多分それだ。うん。そっか。そうでした。まあでも、動画としては、そういう伝え方はしないんですよ。その僕が見てるわけじゃないんで、はい、視聴者として。だから視聴者で僕が見てるんだったら、その僕に向けてこうやってちょっと寝かしながら最後起こしてドローを打つよ、そうやってやってみなよって言うかもしれないですけど、まあ一般受けしないってそもそも分かってるんで、それを動画では言わないですよってことですよね。一般受けってなんだろうな。そもそもね、ダメだからそういうのは、そういう世の中に刺さる疑問を持っちゃダメだから、YouTube は。そうだ。
シンプルに人気のありそうなことだけ言ってりゃいいんだよね。いいのに今みたいな、うん、そうダメだから言ったら。一般受けてなんだろうとかダメだから思ったら、動画の中では。わかりました。わかりました。褒めてんのか、まあ、けなしてるってかあれなのかわかんないコメントだったのが、うん、ダイモンで手打ち打ってるやつ、うん、あれを褒めてんだろうけどね。これ手打ちって言ってるけど、こういうプロの人は、うん、だからできるんであってみたいな。それは。あれは褒めてるよね。うん、と思う。ある。アマチュアはできないよね。うん、 うん、 うん、うん。まあ、それ確かにできないかもっていうか、うん、その、うん。そう、できないんだけど、うん、それに、良くないから取り組もうとしなかったっていう人もいるだろうし、はいはい、え、いいんだ、それやってっていう反応の人も結構いると思うんだよね。うん、そうだから、あくまでも僕の考えとしては、クラブをメインとして動かしてあげてくださいっていう考えなので、ああいう動きが簡単にできるっていうことなんですよね。うん。それが結局、体の当たり前で使ってしまう、体の動きを当たり前に言ってる動画の方たちっていうのは、その動きを取ったら打てないんですよね。体の動きの反応でクラブを動かしてるわけなんで、体の動きを取っちゃったら、その反動がなくなるんで、打てなくなっちゃうと思うんですよね。それはその方たちにできる動きは僕にはできないかもしれないんですよ。そういう動きが何個かあるかもしれない。だそれはもう両方にこう利点というかいいとこがあるんで、だから僕はトラブルショットを想定内としてる考えなんですね、そもそも。なんでトラブルショットで体を使わないんですよ、ほとんど。だからそういうショットをメインとしてフルショットも作り上げてきたんですよね、バンカーショットも含めて。だからアプローチなんかも自信がある、うまく打てるっていう感じがほとんどかなと思いますけどね。アプローチクラブの動き取ったら飛ばないですけど、アプローチ体の動き取っても打てるんですよ。それを結局260ヤード70ヤードまで伸ばしたっていうだけなんで、それがそのダイモンで撮った動画ですよ。必要以上に体を使わないで、クラブと腕の動き、あとは上半身の多少の回転で飛距離を出すっていう。ただそれができてきて、体使ったらもっと飛びますけどね。だから結局それで飛ばないってことは、うん、そもそもクラブが使えてないんですよ。片手素振りを見たら全然使えてないな、緩んでるなって分かりますから、一発で。片手の音じゃない、これぐらいに見えちゃうから、みんな俺からしたら、全然足んないから、振りがもうこれぐらいで振ってよ、片手これぐらいで、あ、今の全然普通のスピードじゃない。でも片手で、うん、アイアンが当たんない人、ウッドが当たんない人に片手であのスピード出してですね、100% 出ない。絶対出ない。飛んでっちゃう、クラブが。飛んでくか飛んでかないように制御する、このスピード絶対振れない。それぐらい腕単体でもパワーは絶対に限界値に近い数字で振ってる、それはもう間違いないんだよね。相当強いから。まだね、強いっていう理解がね、浸透してない。してない。よね。この前、俺、ね、ちゃんと見たんだよ、動画。うん、ゴルフの、うん。脱力して飛ばすだったか、うん、ちょっと忘れちゃったけど、うん、どの動画か特製されるとまた怒られちゃうんだけどさ、うん、言ってたよ、うん。クラブが落ちてるとするじゃん、うん。それを拾った時の強さで打つんだって。こうやって、下にこうやってそうそう。置いて、それを拾った時の強さで握って打つんだって。ほら、脱力じゃん、全然握ってないでしょ。今こんぐらいなんで引っ張ってみて。そう、これで打つ、さ、さって言ってたから 笑ってる。飛んでくわね、クラブ。そうだってさ、インパクトで、うん、その強さだったら、うん、絶対飛んでっちゃうんだよね。飛んでちゃうけど、280ヤード飛ぶって書いてあったか、それで。あれ、ベストスコアいくつだったっけな、アンダーパーの角だったのかな。プロじゃなかったと思うんだけど、うん。うん。っていう動画ちゃんと見たのね、最初から最後まで。うん、だから、そんぐらいでやるんだよ、グリップ。へぇー。そうなんだ。へぇー。でもあれだよ。ワンナップゴルフみたいにカメラマンの人と楽しそうにやってた。あ、そう。似てた。仮にね、脱力してたとしても、うん、自分で振った責任の力あるでしょ、うん。それに負けなきゃいいよ。
はい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 。で、ずれなきゃいいさ。うんうんうん。それが約束ね。これだって、どう考えても絶対的な約束なのよ。まあまあそうだね。うん、あでもそれ言うんだったらもう俺一個今ので思ったことある。うん、脱力したければすればいいよね。うん。いや、ほんとそれだけ。そうじゃない、うんじゃあすればいいよね。いいさ。うん。いいさ。力抜いて打っちゃいいよね。うん。うん。そう。もうやだ、ダメだ。元も子もない。いや、いいんだよ。ね。だって、抜いていいんだよ。抜きたいんだったら。うん、そう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 。だから、手段だからね。そうだね。うん。うん。ね、ショット打つための手段で。うん、だから、それが一番しっかりとインパクトを迎えられるんであれば、うん、全然いいですよ。抜いても以上かな。そうだ。そうなるともう全部そうなっちゃうから。そう。全部そうしたきゃすりゃいいじゃんっていう。そう。だから動画でも何でもない。そう。だから、彫刻もしていいっすよ。そうだよね。うん。したいんだもんね。そう。したいんだったらしなきゃ。あれ全然なんかもう、何のチャンネルなのかわからない。俺、他の YouTuber 側に回っていい？うん。迷うとこでもないし。うん。どっちでもいいことだし、うん、今日のレッスンで思ったんだけど、例えば、うん、クラブは立てなさいって言うでしょ。お俺、YouTube 発信者。うん、で、俺の動画で、うん、クラブは立てなさいって言うでしょ。うん、その時、発信してる人が、うん、こうやってなる人だとする。あしたら、その時、なんかクラブが寝て調子悪いなって言って、うん、クラブを立てたら調子良くなった、うん、って言ったら、立てろって言うの。あそう、したら、クラブ立ててれば、クラブが寝ないし、うん、上から入ってダウンブローに打てるよっていう動画が簡単に出来上がっちゃうわけよ。はいはいはい。でも、今立ってる人に立てたら、こうなっちゃうんだよね、うんうんうん。だから、合う合わないっていう人が出てくるわけよ。うん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 、全員寝てんだったら、全員立てたら、全員その動画ハマるわけじゃない。はい。だから、それぐらいスイングって違いますよってこと分かって。ああ。だから、そんなんじゃ、とかじゃないんだよね。そうか。そう。あくまで手段をいっぱい与えてるだけなんだよ。はいはいはい、はい。YouTuber って。うんうんうん。ああ。だからそれを見抜けなかったんでしょって話なの。ああ。ああ。自分のスイングがわからないから。うん。で、結局、いや、そもそもね、何見ていいかわかんないから手つけた。だ手つけちゃダメなんだよ。何見ていいかわかんないんだから。見ちゃダメなの。まずは自分で打つこと。うん。だそういうことが分かると、YouTube 難民っていうのが減る。そうだね。うん。何でも見りゃいいってもんじゃないし。うん。基本でもそういうズレはあると。ああ。それはリストターンを推奨する人が基本ですっていう人は、うん、多少なりともこうやってリストターンは入れますよ。うん。っていうし、ボディターンを推奨する人の基本ですよっていう動きは、常にこうやってクラブと体が同調しますよって言うだろうし、うんうんうん、そう、そういうそのちょっとしたズレもある、ズレっていうか誤差もあるし、だからそれは別にナイスショットが絶対出たから言ってるんだよね、みんな絶対。で、うまくいったから絶対みんな言うから、うん、これはね、ほんと俺ね、何回やってもね、うまくいかなかったんだよ。でもね、動画でやるねっていう人は俺いないと思う。でしょ？いないよね。いや、俺でもいると思うな。マジで？わかんないけど。ね、いや、わかんないよ。え、だってそんなに彫刻うまくいってんのじゃあ。そうだよね。そんなにボディータンうまくいってる？いや、わかんないよ。いや、ツアープロはだってほら、あなただってボディータンしてたからさ、うん、そのレベルになったらそうなんだけど、だって YouTuber 全員がそうなわけじゃないじゃん。そうだね。ツアープロじゃないじゃん。そうだね。あ、それ言ったらダメだ。ダメなやつだ、今の。いや、まあまあ、でもそうですね。そうでしょ、だから、ボディータンだって、ダウンブローだって分かんないじゃん。うん。プロはどっちだっていいって言って打ってます。そうだね。ね。まあ気にしないね、そういうところはね。気にしない。気にしない。気にしない。結果論を言われて、うん、それを、じゃあ、言葉にするんだったら、じゃあ、私はボディーターンだったらしいので、うん、ボディーターンを今から言いますねっていうぐらいの感じなんですよ。うんうん、言葉にしなきゃいけないから。うんうん、まあだからまあ今のは置いといて、まあ少なからずそのうまくいったことを言っててほしいよね。そう。そうね。そう。そっか、うまくいかないんだけど、これやって、これいいんですよって言わないね。言わないね。うん、もうち本当にそうだ、ね。そういうだってね、この理論押してくださいっていう案件来ないもんね。そう。道具じゃないんだからさ。あ、そうだね。
そう、だから基本外の理論っていうのはプロから生まれてることって前も動画で言ったじゃない。だから基本外で、基本でその場がうまくいかなかった時にその何かを作り上げて、それを動きとしていろいろ説明したりとかっていう風になってくるんですよね。で、それをなんとか理論とか名前をつけて発信するっていう感じだと思うんですよね。あんまりだから下手に打つ前に意識はしない方がいいんですよ。とにかく上げて下ろしてどれぐらい飛ぶのか、無意識のスピードってどれぐらいだと思います？無意識に、これ6番アイアンなんですけど、もうゴルフのスイングをしてくださいって言って、速いも遅いも言わないで、ちょっと振ってみてって言われて、振った時のノーマルスピードあるじゃないですか。それで何ヤード飛ぶのかって話なんですよ。で、例えば、無意識じゃあ振りますって言って、こうやって構えて、まあ今ので多分150ヤードぐらい。で、6番アイアンにしてはあの高さじゃ止まらない、あのスピン量じゃ止まらない、あの飛距離じゃ戦えないってなったら、じゃあ今のスピードをキープしてスペックを落としてもうちょっと上げる、スピン量を増やす、飛距離を伸ばすにするのか、それとも今たまたま打ったこのクラブに自分のパワーとスピードを上げていくのか、そういうところから始まるんですよ。だから最初に自分が始めたクラブによってもどれぐらいスピードを上げたらいいのかとか、そういうものも変わってくるんですよね。そういうのがちゃんと分かってるプロに教わった方がいいですよ、うん、本当に。あとショップなんかもそうですけど、シダとかね、こうなってる人をスイングは直さないで来角直しますからね。そういうことがあるんで気をつけてくださいねっていうことです、初心者の方なんかは、うん、だからうまくいかないけどこれやってみようっていう動画はないと思うんですよね。やってみようみたいな。ないと思うんですよ。あ、コケ欲しかったら言ってください。トール君くれると思って。これもあげた、同級生に。あ、本当？うん。いや、でも、綺麗だもんね。そうだね。今の時期は真っ赤なんでしょ？赤い。夏は緑？緑。あ、スーモ。あ、スーモね。スーモね。軽トラの真下に入ってるから。そう、いつも俺止めるとき思うんだよね。なんか、あの、葉っぱも細くて綺麗じゃない、うんうん、なんか、うん、柔らかそうで、うんうん。あれだからなんか、そう、トールくん、別にどうでもいいんですけど、トールくんに味わってもらうなんてどうでもいいんですけど、なんかトールくんに味わってもらいたいなと思ったんですよ。こういう感じなんだけど、みたいな。そう、それで、たまたまその思いついたんで、ちょっと言ってみました。ゴルフの考え方っていうのはあまり難しく考えずに、本当にヘッドが右に上がって降りてきて左に上がっていくっていう、こういう左右対称のイメージでシンプルにこうやって振ってあげることを素振りとしてやって、スイング作りをするなり、あとはまあさっき言った水平にこうやって振って、ちゃんとフェースローテーションなり、こう手首のこの使い方っていうのをこうしっかりと下で構えた時にできてくると、ヘッドがグリップが支点になってヘッドがこうやって動き始めるんで、そうなってくるとボールは飛びますから、なんでその意識でやってみてください。練習ですね。はい、では動画の方以上になります。最後までご視聴ありがとうございました。ワンラップゴルフではオンラインサロンをやっておりますが、絶対入らないでください。